それでは <laughs> 2番目、超高圧と細胞内小器官オルガンデラの話をしたいと思います。しばらくぶりのスライドを見ながら喋っていたので、そうですね、あのビタミン A は、えー、2両体になってカルテイン,ンですから、1両体は、えー、レチノール、えー、<coughs> レチノインの方ですね。から えっと、ごへののビタミン E でしたね。なんか、いい加減なことを言っちゃったような気がします。それでは、オルガネラに対して超高圧がどのような動きになるかということを見てみたいと思います。えまあ、最初に細胞膜ですけれども、まあ、超高圧と細胞口座の一番目、細胞膜。そこにあるように、<coughs> まあ、通常の 細胞膜は、えー、脂質の二重層からなっています、えー。まあ復習になるかと思いますね。えー、拡大してみると、えー、外側、一番上のところに浸水性の頭部、えー、コリンとリン酸塩があって、えー、結合部があって、えー、その下に疎、えー、水性の微部 脂肪酸飽和を含めてこれが、えー、ビブを、えー、ビブ同士を合わせる格好にして、えー、細胞外と細胞内にそれぞれ浸水成分がつくという格好で2、えー、質脂肪層の細胞膜が普通です。で、えー、そこに、えー、メガパスカルで 加圧してていいた場合200メガまで書いてありそれか,から温度依存性で変化が起こるので、まあ、その両方を作っ,とってどのような格好で変遷するかという図がちょっと複雑になりますけれども書いてあります、まあ、圧の方からすると大体100メガパスカルくらいから影響が出ます。 温度の方はその組み合わせでいくと40から50の間温度くらいで100メガですかねそれからメガパスカルが上がっていくに従ってどんどんと層を変えていきます変性していくというべきかもしれません細胞膜は超高圧に非常に感受性が高い構造です 25°C100 メガパスカル あそうですね、一番低いところはそこまで来ますか。で、すでに細胞膜障害が起こります。100メガパスカル45度、150メガパスカル37度 C で、ずるっとずれて脂質の二重層になっているのが、えっと、一重層。まあ、脂質二重膜って言い方はないかもしれないですね。脂質二重層が一重になるという大きな変化を。 けま,すえー、まあ一重膜になると、えー、それぞれ埋まっていた、えー、タンパクあるいはレセプターを含めて、えー、ずるっとずれる格好になるので膜としての機能がかなり、えー、失われるという格好になります、えー、一方、えー、貴重なオルガンダラとしてタンパクに、えー、翻訳するリボゾームになります えーまあ、これはかなり、えー、コンポーネントの複合体になります。えー、新生細菌と個細菌では、えー、小さい方のサブユニットが 30S、大きい方が 50S。えーまあ、モネラ界のグループですね。えー、ユーカリオートの真核生物のリボゾームは小さい方が 40S、大きい方が 60S。 サブユニットからなって、まあ、ここ <coughs> に、えー、メッセンジャー RNA を挟み込んで、えー、tRNA がアミノ酸を1個ずつ、まあ、置き換えて、えー、メッセンジャーからタンパクへの翻訳を行うという格好になります。で、各サブユニットはまた、えー、<coughs> 複雑な、えー、それぞれの えー、タンパクの組み合わせで、えー、そこにあるような構造でできています。えー、サブユニットのタンパクとしては新生細菌が57個、えー、有利子細菌が63個クレンコ細菌が68個、まあ、最近は、えー、より進化したアスガードの、えー、子細菌グループがありますけど大体、まあ、いいこのオーダーですね。 深核生,生物の場合は、えっと、78個の、えー、タンパク群からなる複合体です。でえー、複合体タンパクの構造としては大体200メガパスカルで乖離するということになります。だから、まあ、細胞膜よりは、えー、やや、えー、強い、まあ、倍くらいの圧で、えー、崩れ始めると。 大腸菌の RNA ポリマラーゼは140メガパスカルで回帰するという。ベータシートの高圧菌は全然平気という、ここら辺がなかなか生物の面白いところです。まあ、高熱菌のタンパクが全然平気で PCR やるときみたいに高温に上げても全然機能を落とさないというような。 格好でまあ、基本的には最初言ったようにそのアルファヘリックスとかベータシート構造の多い、えー、タンパクは割合圧、えー、に強いですけれどアモルファスの多い、えー、タンパクは割合単純でも編成しやすいしこういう格好でたくさんのタンパクが1、えー、つのオルガネラを、えー、作っている複合体の場合はウイルスのキャプソメアがずるっとこう開くのと同じで。 構造が疎、えー、水結合であったり、えー、イオン結合みたいなものだと、えー、圧によってぐっとこう縮められた時にこうずれてしまうたり離れてしまうということが起こるので、えー、割合、えー、140とか200メガという。えー 超高圧の中では低い圧力で、えー、変成する格好になるかと思います。えー、細胞兵器は、えー、もう少し単純な格好になります。えー、グラム陽性菌の場合には、えー、そこにあるようにペプタイドグライカンですね。<laughs> えー、グライカン、えー、この場合はムラミン酸とアステンとラミン酸とアス アシルグルコサミンから、えー、互いにそれぞれ結んだやつを、えー、大体5つくらいの、えー、ペプタイドで横縦糸と横糸をつないで、まあ、そこに、えー、リポタイコ酸みたいなのが入っている、えー、その下に、えー、細胞膜があるというような格好で細胞壁構造を作っています、えー、グラム陽性菌の方が厚い、えー、細胞壁を持ちますしグラム陰性菌は、えー、もっと薄い 細胞壁を持ちます。心筋の場合は細胞膜の上にキチン層があります。その上をベータグライカンが格子状にずっと作っていて一番外にタンパクトマンノ能質がついた格好の層構造を出しています。グライカンの多層の構造をペプチでそのようなそうですね。<laughs> グラム陽性菌 細胞壁は、えー、感受性は低い、逆に言えば抵抗性が高いというので、えー、これを壊すのに大体300から400メガパスカル以上が必要になります。えー、グラムインキはもう少し、えー、感受性が高い薄い細胞壁のために、えー、大体250、300くらいで不活化される、後で、えー、議論になるかと思います。だからキチン層とグライカン ベータ16あるいはベータ13グランカンの網目構造が万能素を持つ心筋はさらに、えー、抵抗性、患者性低くて200から400メガパスカい大体同じか、完全不活化には400から600メガパスカル以上が必要になるというふうに言われています。 えー、他に、えー、ゴルジー装置あるいはライソゾームファンゴソームパーオキシゾーム、えー、その他消耗体いろいろ、えー、あります、まあ、基本は、えー、細胞膜あるいは角膜と同様に、えー、脂質の二重層の、えー、膜から構成されています、えー、そうですね脂質二重膜というべきではないですね、えー、脂質二重層で 構造的には、えー、二重膜は隔膜のところの内膜外膜といったのあのるいはミトコンドリアの内膜外膜というのは膜を2つ持っていますけれど普通の、えー、オルガネラあるいは小胞体を含めて、えー、多くは、えー、そういうふうに言うなら、えー、一重層というような膜を持っているという格好になります、えー、まあ 感受性は、まあ、構造を壊されたところで機能を失うので超高圧の影響は細胞膜に準ずるというのでまあもろにむき出されれば100メガくらいで機能がだんだんダメになるとただ異なる点は細胞膜の場合は細胞内液と溶媒との境界に存在するとまあ外界が低腸液であったり ま頭、あ、頂液の場合がありますけどまあ、高潮液海であれば頭頂液淡水であれば低頂液に直面するという格好になっていると、えー、中のオルガンダのマックは当然みんな頭頂になります、えー、消耗膜が破壊されると酵素を含む種々の生理活性物質が放出されて細胞そのものは、えー、壊れ始めるということになります もともとオルガネラといってもミトコンドリアは細胞へ内規制して強制能を持つアルファプロテオ細菌ですねプロテオバクテリアアルファベータガンマデルタイプシロンとありますけれども、まあ、リケッチャーを含めて細胞規制性の高いグループが多いアルファプロテオ細菌由来です植物にいた葉緑体の方は高気性で酸素を合成するシアノバクテリアですね 細菌、緑色細菌、溶細菌と高色細菌の遺伝子を合体させて、えー、酸素を作って糖を作るというシアノバクテリアが出て、まあ、それをオルガネラにしたのが、えー、葉緑体ということになりますけれども、まあ、これは後で出てくるオルガネラとしての機能を見ると超高圧に対する感受性は細菌に準ずる格好になるというので。 えー、巻き,むき出しの、えー、グループとは違って細胞壁を外に持つという部分やや抵抗性が高いということになります。ああそれでまあ、えー、今までの全部こうまとめてみると、えー、超高圧、えー、分子と細胞小器官をまとめてみると。えー 脂質の二重層ですね、あれ二重膜、えー、細胞膜、角膜、ゴルジ体、小胞体、ナットかソームみたいなのがだいたい基本は100メガくらいで、えー、構造がずれ始めると、えー。タンパク複合体、リボゾーム等はこれは個々の、えー、構造を持っているタンパクがずれ始める、返りを始めるという格好で200メガパスカルくらいから機能をなくしていきます。 ミトコンドリア葉緑体は細胞壁を持つ新生細菌とほぼ同じということで200から300メガパスカル後で出てきます。で、えー、細胞内小器官がま損傷して放出された高分子というふうに考えると、これはまあ先ほど言ったようにまあ複合脂質がまあ感受性が一番高くて、タンパク質が300から400メガで編成。 不科学的に編成するのが3 700から800メガ、単理されたタンパク質から1本差あるよね2本差の DNA が大体いい600メガ、えー、単純脂肪酸、多糖類、そして、えー、低分子の物質、えー、まあそうですね、ステロイドの最初に出たそのホルモン系とかビタミン系だと、えー、1000メガパスカル以上。 までえ抵抗性になるという形でいろいろな製品を作るときにこの辺のところをえ考えながら不活化したり機能を残して、えー、ジュースのような格好にするというようなことをやっています。あ、えと、ー、で出てくる、えー、プラセンタは、えーは機関を超高圧で処理するとどうなるというのの、まあ、成功例かもしれません。えー、それはまた後で、えー、話しましょう。 まあ振り返ってここにえっと各処理圧と生態物質あるいは微生物の状態というのを重松先生がまとめられていて非常に分かりやすいですね脂質膜構造がだいたい100メガで相違点にある膜構造障害それからタンパク酵素のところがだいたい200メガくらいから 単量体が変成していくというのはだたい400から600くらいですかね。だから低分子のビタミン等は全然1ギガ以上必要。微生物は増殖をやめるというのでは非常に早いですけれども死滅という点ではまあ先ほどのようにグラム陽性陰性では違いますし。 酵母、まあ、は真菌に入りますけれど、かなり幅広い種類によって違うという形です。えー、細胞膜の膜構造、大体100メガ以下、タンパクの多量体解離が200メガ、微生物の死滅が400メガかそれ以上、単離したタンパクの不可逆的な編成が700から800メガ、えー、低分子化物が1ギガ以上と。 といいうようよなな感じになるかと思います、えーまあ、タンパク質の編成のところは、えー、タンパク質の高圧編成というレビューがありましたね。えー、球状タンパク質質質でか加圧した場合に300メガパスカル以上から、えー、化学的です。で、700、800まで上げると、もはや不化学的な編成になると。 オリゴマの酵素タンパクの場合は大体100から200メガで科学的に乖離すると。で、不活化されてしまうということになります。えー、タンパク質は、えー、生の状態では、えー、極性側鎖を持つアミノ酸ですね。浸水成分が外側、えー、非極性の疎水成分が内側になるという、まあ、配列ですけど、えー、これが圧をぐっとかけられると、そこにある。 えー、構造がこう変成していくのが分かりますけれども、えー、水が逃げた上のところがこう立体構造がずれ始めて極性、えー、のアミノ酸が一時構造に近い格好になるんですかね、えー、これで、えー、変成が起こるというのでまあ、えー、生ので200くらい200から500くらいの間で、えー、転移領域があってそれを超えると 偏性してしまうという格好ということになるかと思います。あもう一つえっ、ー、と浸透圧ストレスというのがあってですね、えー、超高圧殺菌でも、えー、浸透圧ストレスという問題があって、二百五十から五百メガパスカルで大腸菌をまあ処理してどうなるかという場合に。えー 外液のですね、点、え、火、ー、炎としての、えー、食塩あるいは塩化カリウム、カル <coughs> 塩化カリウム、えー、濃度を変えてみると、えー、頭頂圧のときは最も、えー、高圧死滅に対して抵抗します、えー。それよりも浸透圧が高い外液、あるいは低い外液だと、どちらも、えー、感受性が非常に高くなると。 まあ、なぜそうなるのかという、まあ、考察としては細胞膜上にあるイオン輸送タンパクが損傷しちゃう。まあ、これはでも可能性は低いと書いてあります。浸透圧による細胞の収縮あるいは膨張に高圧が採用してアプトシスに入っちゃう。これはあり得るだろうと。だから転換、えー、用によって細胞膜の構造あるいは機能損傷によって、えー、細胞死が来ると。まあこの2番3番が 考えられるということを考えるとなかなかそのどういう溶媒で、えー、細胞あるいは生物を扱った格好で圧をかけるかというのは、えー、結構、えー、生物の複雑なところになるかと思いますまあ確かに、えー、細胞そのものは、えー、基本的には頭頂ですからまあ、外液が頭頂であるというのは、えー、最も安定 縮んでも伸びても安定という点では納得がいくような気がします。